おい、急げよ。花嫁が待ってるぞ。10年前、あの頃僕は高校生だった。君の坊主頭が見られるわけだ。俺が勝ったら一月ポニーテールだ。いいよ、ポニーでもピックテールでも。でも本気で恋をしていた。マーカーのところを3回やれば次はきっと50点取れるから。尽くすね。それ恋？また変なこと言ってる。本当にバカ。わからないね。だから優等生なんかに惚れてずっと追い続けたんだ。10年の時を超えて2人がたどり着いたハッピーエンドとは。恋してくれてありがとう。綾瀬まだお前が好きだ。あの頃君を追いかけた。